マティス、画家、マティス、マシス・デア・マラーは、パウル・ヒンデミットが1934年から1935年にかけて作曲したオペラ。リブレットも作曲者自身による。ヒンデミットの同盟の公共曲は、このオペラに先行して、完成、初演されている。画家、マティスとは、一般に、マテアス・グリューネ・バルトと呼ばれる16世紀ドイツの画家。 マティス号とハルトナイトハルトのことで、オペラはこの画家を主人公としている。ドイツ農民戦争が勃発して騒然とする時代の中で、マティスは権力者のために家を描くことをやめ、農民と共に戦う道を選ぶが、その後に幻滅する。ナチスドイツ政権下でヒンデミットが政治的に批判されたために、この作品がナチ政権下の作曲者の状況を表す。 自伝的作品と解釈されたり、ナチ政権に対する批判と解釈されたりしてきた一方、逆に作者のナチ政権への順応を示す作品とも解釈された。1932年から1933年にかけてヒンデミットアの小説、エティエンヌとルイーゼをオペラ化していた。この作品は、 第一次世界大戦のフランス人捕虜とドイツ人の娘の恋愛を扱ったものであるが、ナチス政権下では上演される見込みがないと考えて放棄された。代わりに、ヒンデミットが題材として取り上げたのがグリューネバルトで、ヒンデミットはドイツ農民戦争の時代に題材を取る子が辞儀を得たものであると考えていた。まだリブレットを書いている最中、フルト・ベングラーの求めに応じてヒンデミットは、 公共曲、画家、マティスを書いた。この曲はまだ作曲されていないオペラで使われることになるであろう音として書かれた。公共曲は1934年3月12日に初演されて大成功し、批評家からの評価も高かった。しかし、それ以前からナティスの間でヒンデミットは何かと評判が悪く、 早くアルフレート・ローゼンベルクは1929年に、は1930年に、ヒンデミットを批判していた。ヒンデミットは、大敗的、ボリシェビキ的な、バイマルの音楽であり、特に、ドナウエシンゲン音楽祭とヒンデミットとの結びつきも、批判されていた。アドルフ・ヒトラー自身、1929年のオペラ、オ不快に思っていた。このために、公共曲、画家、マティスは、 政治的批判にあったヒンデミット事件を参照。オペラは1935年に完成し、ヒンデミットはこの作品がベルリンで上演されることによって自分がナチスドイツで尊敬される作曲家としての地位を得ることを望んでいたが、結局ドイツでは上演することができず、1938年にスイスのチューリヒで初演された公共曲が 現在も、ヒンデミットの代表作として、しばしば演奏されるのに対し、オペラの方は上演される機会が少ない。約3時間、修道院の中には、マティスが自分の転職に疑問を感じて、物思いにふけているところに、反乱指導者のシュバルプとその娘のレギーナがやってくる。マティスは彼らを追ってから逃がすための馬を提供する。 彼らを追ってきたジルベスターはマティスが闘争を助けたことを咎めるが、大司教お気に入りの画家であるために、その場で逮捕はしない。マインツのアルブレヒト大司教の屋敷の前では、カトリックとルター派の市民及び、学生の三つどもへの乱闘が繰り広げられるが、マインツの守護聖人である聖マルティンの繊遺物を持って、到着した大教本人によって、争いは止められる。大司教は、 ルター派の商人、リーディンガーに、紛書命令の撤回を約束する。しかしローレンツ・フォン・ポン・マースフェルデンは大司教に、ローマへの反抗は許されいと指摘する。マティスは、リーディンガーの娘のウルスラとの再会を喜ぶ。ジルベスターがやってきて、マティスが、反乱指導者を逃がしたことを大司教に告げるが、マティスは、農民の反乱の取り締まりに加担しないよう。 アルブレヒト大司教に熱心に混乱する。マティスの考えを変えられないと知った、アルブレヒト大司教は、マティスを反乱軍のもとに向かわせる。カピトが、商人リーディンガーの家の秘密の書棚に兵士を向かわせたとき、ルター派は最初は憤慨する。しかし、ルターがアルブレヒトに出した手紙で、進歩的な意見を示すために結婚してはどうかと、示唆していることがわかり、 騒ぎは静まる。アルブレヒトは深刻な財政危機に瀕しており、同意しそうである。そこで、リーディンガーはうるすらに一度考えてみるようにと促す。そこに、マティスが別れを告げに訪れ、彼女を戦場にまで連れて行くわけにはいかないと主張する。彼女の父親が戻ってくると、彼女は結婚の計画に同意する。農民軍は、ヘルフェンシュタイン伯爵を捕らえ、 白爵の処刑のために更新しながら白爵夫人の悪口を囃やし立てる。マティスは抗議するが困負けしてしまう。連邦軍が到着し、農民たちは落胆しながらも戦闘に備える。しかし、すぐに制圧される。古作人等のシュァルプは殺され、マティスは公爵夫人にかろうじて救われる。彼は孤児になったレギーナと逃亡する。アルブレヒトは、 自身のサイムとルターからの要求についてカピトと議論し金持ちの花嫁との見合いに同意する。ウルスラが部屋に入ってくると彼は驚き計画のために力を貸すという彼女の告白を疑わしく感じる。彼女は愛ではなく彼を変革しようという計画への忠誠心が結婚の動機であると認めるが彼の動揺と展望の欠如を非難する。彼は彼女の話に 大いに感動したように見えたが、他の人々が呼ばれて入ってくると、自分の誓いに戻って、単純な生活の努力によって、自分を改革するつもりだ、という。オーデンバルトの森での中でマティスは、怖がるレギーナを、天使の総額の話で寝かしつけている。すると、彼女は、民謡を、三人の天使は歌う、S ンゲンドライエンゲルを一緒に歌う、この歌オペラの序曲、また、 公共曲の第一楽章に加えられている。彼女が眠りに入るか入らないかの頃に、マティスは、グリューネベルトの聖アントニウスに姿を変えて、悪魔の誘惑に苦しむ。ヘルフェンシュタイン伯爵夫人に似た人影が、キリスト教の七つの滞在に満ちた人生を提示する。ポンマースフェルデンは、金銭の力を称える。ウルスラは、古事記の仮想で現れ、次に誘惑する女として、 さらに殉教者として公主題に導かれる。学者姿のカピトはアントニウスに世界は科学に支配されるだろうと語り、反論しない彼を非難する。コサク人とシュバルプは彼の非戦主義的な同情を非難する。イーセンハイムの祭壇の誘惑の情景のコーラスが一つになり、情景が急転してアントニウスが聖パウロを訪れる場面になる。パウロ、アルブレヒトは アントニウス、マティスを慰め、前に進め、そして絵を描くのだと呼びかける。ウルスラは、品種のレギーナの世話をしている。彼女は、マティスの絵の中の品種のキリストを、自分の父親と混同する。彼女の死の前、マティスの眼差しだけが彼女を平静にする。公共曲の感想に続いて、朝になると、彼に家を提供したいというアルブレヒトの訪問を、受ける。 しかし、マティスは、自分の最後の日々を一人で過ごしたがる。トランクを詰めて、彼は善意に別れを告げる。巻物と、野心、コンパスと、定規、作品、絵の具と筆、賞賛、金鎖、疑問、書籍、そして最後に、ウルスラのリボンにキスをする。愛を込めて、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。